今日はもう寝ようぜ。うんうん。おい。おい。そうだな。囚人、戻りました。主の前だぞ、姿勢を正せ。お前が手繰り寄せた絵にし、実に興味深い。皆社会から一方的に烙印を押され、そしてそれに抗う者というわけか。気づいているか、お前の心も彼らに触発されているようだ。社会の異端者、言うなればピカレスク、その者たちとの絆をより深めるのだ。それがお前の個性への力となるだろう。楽しみにしている。私から贈り物だ。今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。より一層の個性に励むがいい。よし。そろそろ時間。サエさんの妹さんだよね。少し話せないかな。怪盗団のこと？明智くん？察しがいいね。鴨志田とまだらめの事例で何か共通点はないのかなってさ。被害者が出てるんだし、怪盗団のことは追及しないと。怪盗団を否定しているのに、怪盗団の実在は疑わないんですね。ああ、テレビ見てくれたんだ。真実を追いかけるのに常識が邪魔になることだってあるからね。彼らがいるって考えた方が多くのことに辻褄が合う。これお姉ちゃんに言われて。たまたまだよ。なんか楽しんでません？そうかもね。え？予告回答なんてフィクション。現実でやり遂げたやつがいるとしたら、カリスマ探偵なんて言われてる身としてはライバル視するなって方が無理だろ。自己評価が高いのね。回答は悪で、あなたが正義？勝手に人の心をいじってるやつと比べれば、少なくとも僕は正義の側にいる。それに僕は自分に備わった才能を使って世のために奉仕しているに過ぎない。君だってそうじゃないの？私は。なんだ君、意外と言いなりのいい子ちゃんタイプか。そろそろ始まるな。じゃあね、サエさんによろしく。なんで私ばかり責められるの？こんな美味しいコーヒーが飲めるなんて。次が決まるまでいていいんだぞ。住み心地は良くねえだろうがな。いえ、寮に戻ることにしました。みんなと昨日一晩話をして分かったんです。俺は絵の世界に閉じこもっていたせいか、世間を、他人を知らなすぎたと。人間を描くならもっと知らないといけない。いろんな人と触れ合う必要があると思ったんです。まずは寮に戻って身近な人たちと触れ合うことからやり直そうと。大したもんだよ。よく自分で気づけたな。大げさですよ。またコーヒーをいただきに来ても？待ってるよ。彼も大変だったんですよね。マスターと彼は親戚なんですか？え？ああ、なんつうかただの知人だ。血は繋がってね。立ち入った質問かもしれませんが、
なぜ彼を引き取ることに。理由か、似てるからかね、昔の自分に。それだけの理由で。世の中はそんなもんさ。誰かが誰かを気にかけるってのは、お前さんとこの師匠、元師匠、その人だって才能を盗むって以外にお前になんか思うとこがあったんだろうよ。俺も心の底からは憎めません。俺、そろそろ。なあ、本当にいいの？え？うちなんかにはもったいないぜ。寮で俺だけが抱えているのも、後期の目にさらされるのも嫌でしょうから、何の変哲もない日常をほんの少し彩る。母もきっと同じ選択をするはずです。そうか、じゃあ預かっといてやるよ。ごちそうさまでした。また。おーい。起きたか。Thank you.
マジかよ。マジかよ。やめてよ。よし。ああ。何？またね。帰ったか。
ジかよ。皆さん、ありがとう。またよろしく頼むよ。答えてごらん。
これだ。その通りさ。よかった。新島さんからことづてよ。すぐ生徒会室へ行ってくれる？紛失物の届けが出てないから手続きしてくれって。囚人の生徒会長、新島誠さん。生徒会室は3階ね。図書室の隣にあるから。それじゃ。校長のお気に入りだか知らないけど、なんで私が生徒のパシリなのよ。新島ってお前たちを突き回してたやつだろ。一体何の用だ。早かったのね。どうぞ。率直に聞くわ、鴨志田先生。それからマダラメ、怪盗事件の真相を教えてくれない？答えられない？そうよね、認めるわけないわよね。聞いてくれる？誰かが助けてやれんだったら、こっちも怪盗なんてやってねえんだよ。本当なのかな。このまま続けて大丈夫だよね。どういう意味かしら。やっちまった。恐喝なのか催眠なのか、どうやって自白まで追い込むの、教えてもらえない？こんなもの証拠にならない、そう言いたいってわけね。私はあなたたちが怪盗団だと思ってる。さっきの警察が聞いたらどう思うのかしらね。警察に直に見張られるのはまずい。お前の身だってどうなるか知れたもんじゃないぜ。君が白状してくれたら、ここだけの話にしてもいい。話してくれるよね。時間をかけるだけ無駄だと思うけど。どうぞ。おお、今どこ？便所？いつものとこで怪盗団の会議な。あのバカ。相変わらず大きな声。でもちょうどよかった。みんなにもこれ聞いてもらいたいの。お仲間のところへ案内してくれる？こうなった以上仕方ないか。あの子、友達？どうなってんだよ。どういうつもり？彼に案内してもらったの、坂本龍二君。
高牧杏さん、それからまだらめの門下生だった厚生高校2年生北川くんだよね。これのことで聞きたいことがあってね。誰かが助けてやれんだったらこっちも怪盗なんてやってねえんだよ。鴨志田とまだらめで酷似した犯行手口、偶然にしては出来すぎなほどタイミングよく集まった被害者たち、疑わない方法を教えてほしいわ。君の目的は何だ？わざわざ報告しに来たのか？これから通報しますとでも？どうせ言われてきたんでしょ？学園から犯罪者を出すわけにいかないもんね。自殺とかセクハラとか見逃すくせに。大人の言いなりに使われてるだけなのに、かわいそうな人。そんなこと分かってる。え？だから確かめさせて、あなたたちの言う正義を。はあ？このことはまだ私しか知らないの。正義を証明してくれればこれは捨てる。取引か。改心させてほしい人がいるの。誰だ？できないとは言わないのね。でもそれはまだ言えない。明日放課後屋上で続きを話しましょう。引き受けてくれるって前提でね。めんどくせえことになったな。迂闊なんだよ。自覚がなさすぎるんじゃないのか、龍二。なんで俺だけなんだよ。あんだって録音されたろうが。ごめんなさい。おい、どうするよ。証拠があんだよな。レコーダーか。証拠にしては不十分な気もするが、そもそも手口を解明できるはずがない。あの人のことだし、またなんか罠かも。保護観察中のこいつだけはちょっとヤバいかもな。こいつがいなくなったらきついだろう。つうか警察は俺らも勘弁。ならやるしかないか。今は素直に従っておくべきだ。痛恨のミスではあったが致命傷ではない。取り戻すしかないだろう。へいへい、すんませんした。ってことでいいんだな、リーダー。明日屋上だったっけ？俺はどうしたらいい？なんなら潜入でもするか。目立っちゃうってば。ユースケは外で待ってて。あの人何企んでんだろう。はあ。
うむ。それでは。ふざけるな！まったく。いらっしゃい。と言っても よかった。
やるじゃないか。よし。それじゃあまた。来ないかもって思ってた。改心させたい相手って誰なの？あるマフィアのボス。マフィア？何言い出してんだ？図に乗ってそう名乗ってるそうよ。フィッシング詐欺の元締めらしいの。最悪なのは奴らに目をつけられたら徹底的に脅され続けること。詐欺の片棒を担がされて家族まで脅迫して破滅するまで追い込む。マジかよ。うちの生徒にも被害者がいるらしいの。嘘。彼らは子供を中心に狙ってる。そのボスの名前は？さあ、わからない。彼らに脅されて誰も証言しないから警察ですら実情を把握できないそうよ。そこから調べろってこと？正義を語る怪盗団ならそれくらいやってみなさいよ。それとも明智君の言う通り正義なんて存在しないのかしら。なんかチクッと言い返せねえのか。言い負けてんじゃねえか。彼らは渋谷を中心に活動している。それだけが頼りの情報。期限は2週間。過ぎれば全ての証拠を警察と学校に提出する。私の期待裏切らないでね。完全に向こうのペースだったな。何が期待だ。くそ、上から指図しやがって。ユウスケに連絡だ。囚人学園の生徒会長ですって。誠が怪盗団騒ぎに首を突っ込んでいたっていうの？信じるも何も、あの誠がどうして。揺さぶるために妹の名前を出すなんて、やっぱり大した悪党ね。いいわ、嘘を言っているかは全部聞いてから判断させてもらう。
カつく。しかしマフィアとは。大丈夫かな。やるにしても相手の情報が少なすぎる。犯罪に手を染めてる輩どものボスだ。パレス持ちでもおかしくはないが。けどいいチャンスなんじゃないか。どこが超大ピンチでしょう。善人面した悪人を懲らしめても世間は俺たちを認めなかった。しかし劣気とした犯罪者を、それも警察が手を焼く大物を懲らしめれば。そっか、みんな信じてくれるかも。なるほど、あの明智にも俺たちが正義の怪盗団だって認めさせられるわけか。どうするよリーダー。おや、いつもみたいにやれりゃできる。期限は2週間だったな。あまりのんびりもできないだろ。俺はうちの学校に被害者がいないか聞き込みしてこよう。私も渋谷に出入りしてる子にその辺聞いてみる。じゃあ俺ネット片っ端から見るわ。お前とモルガナは学校の聞き込み頼む。鴨志田の時でちょっとコツ掴んでんじゃね。我が輩もフォローしてやる。よし、じゃあ情報持ち寄って週末の金曜あたりに集まろうぜ。また連絡入れるからよ。明日から学校で聞き込みだな。何？ちょっといいか。いや、そのさゆりを見たくなってな。帰るなら俺も一緒に行く。店に馴染んでるな。ここに預けてよかった。さゆり、ひょっとしたら俺はもうダメかもしれん。実は相談があってな。最近筆が止まってしまうんだ。これまでもモチーフや技法で悩むことはあったが、少し時間を置けば勝手に治った。だが今回は違う。もがけばもがくほど底なし沼に沈むような、完全にスランプというやつに陥っている。俺が美術を学んでいられるのは学校からの奨学金のおかげだ。だが奨学金もボランティアじゃない。コンクールでも何でも実績を出さなくては。奨学金が絶たれれば寮も出ていかねばならんだろう。今まで書きたいものだけ書いていればいいと思っていた。どこかにある純粋な美、それを追い求めることが絵を描く理由だった。あのさゆりのような純粋な美に近づきたい、それだけだった。なのに今の俺は生活のため、評価のため、キャンバスに向かっても湧くのは雑念ばかり。苦心してできた絵も俺の目には美とほど遠い。もはやこんな俺に筆を取り続ける資格があるのか。すまない、一人で先走ってしまって。ただ昔から物事ははっきりさせたい性分なんだ。中途半端は許せん、罪だ。だから今の不甲斐ない自分に腹が立ってな。だが今筆を折ることこそ最も中途半端だ。俺は自分が納得できる絵を描きたい。これで死んでもいいと思えるような絵を。見ろ、あのさゆりを。見る者に訴えかける眼差し、輝かしいばかりの姿、あれこそ純粋な美だ。さゆりの美はいくら模写をしても俺のキャンバスに現れ出ない。なぜだ。書き手が違うからだ。魂が違うからだ。魂とは何だ。それは心だ。心とは何だ。なぜ美を生み出すんだ。俺は心を理解したい。だがどうしたらいいのか率直に言ってさっぱりわからない。協力してくれないだろうか。君は俺の世界にはいなかった類の人間だ。
そして俺の世界を変えた人間だ。その君なら俺に何かをもたらすかもしれない。そうか、助かる。君はいいやつだな。美術の先生は今も俺の絵を評価している。上辺の出来は変わらないからな。だがこの迷い、いつまでごまかせるものか。心の濁りはいずれキャンバスにもにじむ。そろそろ門限だ。失礼する。またな。雨ね。Nah. I'm a sharpshooter.